IT 業界の働いてみて良かったところは、結構お客さんだったりとか、この業界のこうメーカーさんだったり一緒に働く人みんなが結構風通しがすごい良くて、社内も同じく良いなと感じるところがあるんですけれども、なのでこうなんかこうチームだけとか会社だけにこうやってこうギュッとなるよりも、結構フラットにみんなとこう会話ができるとか、多分こう他の業界でこんだけこう情報交流だったりとか、みんなで会社の垣根なく触れ合うみたいなのってあんまないかなと思ってるので、ここがちょっと IT として面白かったなと私は感じてますが、いい意味でフランクな感じが、確かに私も先輩とか結構フランクに話して聞いてもらったのでなんか IT だからっていう感じではないかもしれないですけど、なんか話しやすいなとは思います。割と男女差ないなと思う。営業やってても男性女性でこう仕事が違ったりとかなくて、結構平等にフラットに仕事が与えられて、で逆に女性でもできたりして、そういうところがいいなって思ったりします。なんか何でもなんかチャレンジさせてもらえるっていうか、なんか男と女だからなんかこういうことしなきゃいけないっていうのはなんかあんまりない感じがします。代わりに容赦もないかもしれない誰も容赦ないそうですね、同じぐらいの負荷があるというか、うん、大変さも同じぐらいっていう、うん、私結構女子が多いチームというか一緒にいることが多いんですけど、結構感覚がみんな似てるから、なんか、やっぱ女子ってすごいやりやすいなってすごい思ったりするときもたまにあるかなって、なんか、周りに女子が多いので、感じますね。それはそれでいいかもしれない。悩みも。うん、はい、そうです。悩みもなんか似たような、ところで悩んだりするから、しやすいですね。共感し合える。楽しい、安心しますね。お客さんにバリバリ働いている女性の方とかもいて、結構なんか入りたての入社したての頃はもうかっこいいな憧れると思って、すぐ憧れて営業行ってたりして、結構女性が全体的に多いのはいいなって思ったりします。そうですね、なんか確かに憧れるなんか先輩がいるとなんか頑張ろうってなる憧れる人じゃないですか。まだ全然浅いので、先輩とかを見て、あ、女性ですごいなって思ってます。